おっと、白雪智恵さんでございますね。前回は確か買って初日だか買って次の日とかに参加してくださったっていうね、本当に初心者の方で参加してくださったんですけどね、今年はまだね1週間ありますし、なんならそれまでにね強くなったかもしれないということでね、はい、よろしくお願いしますね。クロシックいいですよね。そして次、おーはっ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 、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと一瞬忘れてました、いろいろ。あきくんでございます。あきくんね、あきくんね、本戦今年行けるといいよね。うん、応援してます。はい、次、早瀬壮さんでございます。今日の配信でなんかロリボイスを出した配信者には剣持トヤが見に来るし、なんか見に来るけど私のとこ来なかったって言ってましたけど、見には行きましたけどね、ただ何も言わなかっただけです。なんで何も言わなかったかはあれですけど。そして、おーっと、レンダーメカトだ。レンダーメカト、こいつが5位、僕が6位。はぁ、今年はねえから。お、松川真央さんでございますね。松川真央さんはね、去年も出てくださいましてね、そう、すごい関係ないですけどね、松川真央さんの なんだっけ、家がないサンバっていう、なんだ、キネキテがマッドがあるんですよ。僕なんか、どっかのタイミングで、なんか知らないけど、それの耐久動画を流しながら寝ちゃったせいで、もう、ね、その日、学校何言われても、家がないサンバしか出てこなかったんでね、一日僕の、学業を台無しにした人間であります。ただ、めちゃめちゃ可愛いです。めちゃめちゃ。はい、次、おーはー、ねえ、天宮心さんでございますね。さっきもね、フレンイールスタリオさんとコラボされてて素晴らしかったです。最弱キャラ候補、そうですね、まあ本来23時の最弱でございますから、最弱を歌ってる方でございますからね、ホラーゲームやってほしいですね。さあ、あ、剣持ちではですね、こいつは掲げる意味ないですけど、まあじゃあちょっとブラウザバックの位置に置いとこう。はい、じゃあまあ、剣持トウヤはね、正直全然下手じゃないし、前回も決勝までの進出は全然無限に可能性ありえたんですけど、なんか全然6位だったんですけどね、まあ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 、ただね、実力はあるんです、実力はあるんです、信じてください、本当なんです。うまっ、あー、出ました、この人はね、樋口楓さんは、マリオカートにおいて、ギネス記録を持ってるんですよ。知らない方は多いと思うんですけど、マリオカートの大会って、まあみんな、すごいやり込んでやるのが普通なんですけど、この人、3大会連続出場、3年連続出場にして、未だにゲームを買ってないんですよ。未だにゲームを持ってないで、どの面下げてんのか知らないけど、ゲーム持ってないくせに3年目の出場を果たします。こんな人間、マリオカート大会に、史上でいなかったですから、マリオ大会史上、だってマリカ大会にゲーム持ってないのに出場する事態ありえないんだから、それで今回3回目でやってるんでね、すごいことでございます。ね、だから毎回スタジオで来てやるんですけど、スタジオに置いてあるスイッチの進捗具合で選べる選択肢が変わってくるという稀有なライバーでございます。持ってないのが悪いんだけどね、そう、だから結構うんぷてんぷなところはありますけど、ただ前回ね、予選で2位になったんですよ。一瞬持ってないくせに超強いやつとかもいたのに、あれはね、ベビーパークっていう、まあ運の要素が高いゲームでありますけど、まあでもだからね、そういうのもあるんで、ね、何が起こるか分かりませんよ。ただ分かるのはね、負けが込んできたらね、机が1個破壊される。はい、次、あ、ひまちゃんでございますね。黄色い猛獣でございますね。いやー、ひまちゃんもうまいですよ。前回1試合かな、なんかすごい回線悪いシーンがあって、ガビガビで何にも見えなかったんですけど、なんか雨が降ってるステージになった瞬間、めちゃめちゃなんかめちゃめちゃスムーズに見れるようになったんで、雨が降ったことで素早さ2倍になるスイスイっていうルンパッパの特性が発動したんじゃないかみたいなのがありましたね。はい、さあ次、あー出ましたね、翡翠さんでございます。いやー、読めん、セレジョ読めん、読めんな。これ関係ないんですけど、翡翠さんはね、すごい港未来が好きなんです。横浜市を愛してて、そう、港未来が好きで案件が欲しいっていう風に言ってたんですよ。僕の方が好きなんですよ。僕、神奈川の旅で、港未来大好きなんですよ。ねえ。ねえ、だからね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕とね、マリカで対決する機会があった暁には、港未来の案件をかけて戦いました。よろしくお願いします。出ました。朝日奈茜さんでございます。ね。はい、ちょっともう、サイズ感。最初の奴らがでけえ顔してのさばってっから。なあ。新しい新人が入りにきえじゃねえかな、まったくおめえら
もういつまでも、いつまでも子さんずらしてんじゃねえ。もうね、頭を下げな。リスペクトを持って新人に。あ、お前じゃない。お前、すごいでかい。はい、ということでね。はい。アーコさんでございますよ。ね。僕はアーコです。はぁ？ヒスイさん、ヒスピ。ヒスピはどこに行くか。ね。F に来いよ。港未来のスキードで、ぶちかましてやるよ。なあ。港未来愛してんの。絶対に僕だし。G に行きましたね。あ、ちょっとさすがに新人の方はデロンさんの横に座るのかわいそうだ。この辺にしておきましょう。あ、ちゃんとシェニーさんがちゃんとデロンさんのとこに行ってる。すごいなこれ。やっぱね、引き寄せ合うんでしょうね。狩猟対象と獲物というのはね、なんていうんですかね。そう、やっぱね、弱肉強食の世界がこの2マスだけで完成してます。